ロタ海軍基地の地図ロタ海軍基地は、スペインアンダルシア州カディス県ロタの大部分とエル、プエルトデサンタ、マリーアの西端域に設けられたスペイン海軍とアメリカ軍が共同使用する軍港で、軍用飛行場も併設している。港湾施設は、カディス湾に面し、北の内陸部に滑走路地区を備え、在スペインアメリカ軍施設としては、最大規模の基地で、 主に、アメリカ海軍将兵や海兵隊員とその家族のために住宅が設けられている。また、アメリカ陸軍と空軍の文献隊も配置されている。基地は、スペイン海軍の管轄下に置かれており、同海軍の海軍中将が基地指令についている。港湾と飛行場が一体化されているため、軽空母とその艦載機部隊の基地として機能しており、 スペイン海軍の主要軍港となっている。飛行場は、ロッキード C-5 大型輸送機や、ボーイング C-17 大型輸送機の離着陸を可能とする滑走庁を有しており、北大西洋条約機構加盟国軍のための給油も合わせて実施している。スペイン海軍航空隊が運用するヘリコプターの 他に関西機のマクドネルダグラス AV-8、B ハリアー 2V トール攻撃機や、その他任務用のセスナ機も航空基地として利用している。フランシスコ・フランコ将軍は国内の経済状態と孤立しつつあった国際関係の改善のためにアメリカ合衆国と2年に及ぶ交渉の末、1953年9月に スペインアメリカ総合の経済協力と防衛に関する協定が締結される。基地建設は海軍港湾局の監督下で開始される。冷戦中であり、基地用地は戦略的に重要とみなされたカディスワン北部のロタとエル・プエルト・デ・サンタ・マリアが選ばれ、その敷地は6100エーカー以上の面積に及んだ。スペインの基地使用については、 スペイン海軍将官の指揮下に置かれる。スペイン海軍は基地外周の保安対策について責任を負っている。両国海軍の憲兵隊は共同で基地内の保安に対して責任を負う。基地施設はスペイン海軍が主導しているもののアメリカ軍の使用については自由が認められ基地使用料も支払われていない。 スペイン主導であるため、アメリカ国旗の慶応のような米軍特権は見られず、唯一の例外として、毎年7月4日のアメリカ独立記念日のみ、慶応が許されている。アメリカ海軍は、約6000エーカーの内約5000エーカーの敷地を維持している。敷地内には、アメリカ軍人のみならずその家族、約2000人が居住している。また、 基地周辺都市にも少数ながら居住している。ロタ基地職員は、カルタヘの基地内にも文献隊が所在しており、北米弾薬古文書と燃料集積所があり、米西協定の改正により、スペイン海軍の使用も認められた。アメリカ海軍作戦部長は1964年1月24日に、第16潜水船隊を同基地に配置し、潜水防艦 AS-19 プロテウスを配備する。これに合わせ戦略原子力潜水艦 SSBN-616 ラファイエットは最初の戦略抑止紹介を完了後、基地に入港始発の修理と補給をした。ラファイエットについてはその後4年間ロタを母校に活動している。1970年代初期の間に第16潜水船体に配備されている。 潜水艦には、ポラリス潜水艦発射弾道ミサイルへの転換が、実施され、1974年1月14日に SS、SSBN-657、フランシス・スコット・キーを最後に、船体の装備転換が完了する。1975年の協定改正により、第16潜水船体はスペインから、アメリカ本土への撤収が予定され、これに伴い、 アメリカ海軍作戦部長はアメリカ合衆国先海岸に新修理施設を選定するように命じた。1976年6月にアメリカ合衆国上院は協定を批准する。新協定では1979年7月までにスペインから船体を撤収させ、1976年11月にアメリカ海軍長官は ジョージワ州のキングズ米海軍潜水艦基地に移転すると公表した。1980年代初頭には基地要員の規模は最大規模に達しており、将兵1万6000人とその家族が居住していた。常設部隊には前方配置された第2艦隊偵察飛行隊と第22艦隊兵舘支援飛行隊があった。 VQ-2 については1959年から2005年まで基地の所在し、その後はワシントン州のホイットビーアイランド海軍航空基地に移転した。VQ-2 ではマーチン P4 M 洋上哨戒機、ロッキード EC-121 コンステレーション、ダグラス EA-3 電子戦機及び EP-3 電子偵察機を運用し、 v r 二十二では九百八十二年から九百九十二年に、非現役化されるまで c 百三十 f 戦術、輸送機を基地で運用していた。九百九十年代初頭を通じて、ロタ海軍基地は、アゾレス諸島のラジェス航空基地とともに、アメリカ本土に拠点を置く、p 三ライオンを装備する昇海飛行隊を、前方配置され、大西洋や、 地中海でソビエト連邦の水上艦や潜水艦を追跡していた。懲戒飛行隊は6ヶ月置きのローテーションでロタとラジエスに配置され、アメリカ海軍予備役の予備航空隊によって懲戒任務は補強されていた。基地の人員規模は1980年代後半と1990年代初頭、特に冷戦終結後のアメリカ海軍の軍縮で大幅に縮小している。 米海軍は以前として6000エーカーの土地を維持したものの軍人、家族は約4000人にまで減っている。ありがとうございます。